ディアのディアは、ジョージアの政治学者。2008年に教育科学大臣を務めた。ノティアは1976年に、トビリシ国立大学の哲学、心理学部を卒業。1982年に、哲学博士号を取得。1980年から2001年まで、ジョージア国立科学アカデミーの哲学研究所に勤務し、 1982年から1990まで科学主治、1990年から1995年まで政治哲学局長を務めた。1994年から2002年までトびリし国立大学社会学部で助教授、2005年イリア国立大学で教授に着任、哲学、政治学部の学部長も務めた。また彼は、ケナン研究所、 国際民主主義フォーラム、カリフォルニア大学バークレー校共産主義及び、ポスト共産主義研究センター、ベルリン自由大学、ブリュッセル自由大学で研究員を務めた。1992年より、コーカサス平和、民主主義、開発研究所所長に就任。続いて、ジョージア大統領顧問、外務省外交政策分析センター長、オープンソサイティジョージア財団理事、 ジョージア教育科学大臣を歴任。その後、イリア国立大学の国際高科カサス研究大学院で大学院長に就任。彼は政治、哲学、文化に関する書籍や論文を多数執筆している。ありがとうございます。